ちらからなくなってしまうこともあります。一度切って再度入れる。これでも繋がりません。モバイルさんの回線が繋がりました。はい、こんにちは、さかなえです。いつもたくさんの動画の中から見ていただきありがとうございます。今日はですね、楽天モバイルの通信が繋がらなくなってしまうというお話をしてみたいと思います。私はですね、楽天モバイルさんを使って10ヶ月ぐらい経つんですけども、最近時々ですね、通信が急に繋がらなくなってしまうことがあります。そのですね、どんな状況で繋がらなくなってしまうのか、またですね、その時のですね、対応策を話してみたいと思います。このチャンネルではですね、楽天モバイルさんの動画もですね、たくさんアップロードしています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは本題に入りたいと思います。まずですね、私のスマートフォンの環境をお話しします。スマートフォンは OPPO Reno 3A を使っています。そしてですね、これデュアルシムですので、楽天モバイルさんとあとマイレオさんのシムが2枚入っています。そしてですね、その通信をですね、入れ替えて使っているんですけども、夜間ですね、実はマイネオさんの、ゆずるねというですね、システムがあってですね、お昼の12時から午後1時まで間にですね、ゆずるね宣言というのをして、そしてですね、その間はですね、マイネオさんの通信を使わない状態でいますと、要するに他の人にですね、その通信を使ってくださいということでですね、ゆずるねっていうシステムなんですけども、そしてですね、その譲るね宣言をして実際にですね、通信を使わなかった場合に10日間それを達成するとですね、夜間フリーといって夜11時からですね、朝7時までは高速の通信、マイネオさんにはですね、低速高速のスイッチの切り替えがあるんですけども、高速の通信でですね、使ってもですね、それがですね、ギガ数の消費にはカウントされないんですね。要するに契約しているギガ数がその間は減らないんですけども、そういうサービスがあります。ですからですね、夜の間はマイネオさんの通信を使って、朝7時以降はですね、楽天モバイルさんの通信を使っているという使い方がほとんどです。そしてですね、どんな状況でその楽天モバイルの通信がですね、つながらなくなるかということなんですけども、急につながらなくなってしまうこともあります。あとはですね、昼間どうしても高速の通信使いたい場合に楽天さんからマイネオさんにですね、切り替えたりして使っていることもあるんですけども、そこでですね、マイネオさんを使ってですね、また楽天さんに戻した後、そのような時に楽天さんの方の通信がですね、つながらなくなってしまうことがありました。今日はですね、どんな状況だったというと、今ですね、ネットがつながらなくなっています。ここで検索を入れてもですね、このようにデータ接続がありませんという表示になってしまいます。それで今ですね、ここに左と右にアンテナが立っているんですけども、左側が楽天モバイルさん、右側がマイネオさんになっています。それでここのモバイルデータ通信のところを見ていただけるとわかると思うんですけども、楽天さんの回線になっています。これでですね、モバイルデータ通信を一度切って再度入れてみます。これでもつながりません。それでですね、今度は機内モードのスイッチをオンにしてまたオフにしてみます。そしてこれでもつながりません。それでデータ通信が今楽天モバイルさんになっていますので、今度はマイネオさんに切り替えてみます。そしてモバイルデータ通信のスイッチをオフにしてオンにしてみます。そしてマイネオさんの通信はつながってホームページの閲覧ができます。もう一度楽天モバイルさんに切り替えてみます。やはりつながりません。もう一度モバイルデータ通信をオフにしてオンにしてみます。マイネオさんの場合はこれでつながったんですけれども、やはりつながりません。いろいろやってダメなので、ここで再起動をしてみます。再起動してみました。そしてですね、少し経つとこのようにですね、楽天モバイルさんの回線がつながりました。はい、ということでこのチャンネルではいろんな動画をアップロードしています。ぜひですね、チャンネル登録、そしてですね、最後にいいねボタンもよろしくお願いします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。さよなら。